青木混合インコは、超高インコ木曜無化混合インコ族に分類される、蝶類。ボリビア北部固有種全長85センチメートル。上面や、おも、おばき部の仮面は、六小色。仮面は、桃紅色。喉は、青緑色。顔は、白い皮膚が露出し,し、安青色の短い羽毛が、島状に生える。光彩は、紅白色。くちばしは、黒海色で、木部は、 ピンク色。孔子は、ハイ色。標高200から300メートルにある湿潤林。河川内にある、主にヤシからなるソリンに生息する。ペアもしくは5アまでの小規模な群れを形成して、生活する。夜間になると、ベニコンゴウインコやルリコンゴウインコなどの同族多種と、休む。植物の葉、花、果実、種子などを食べる。繁殖様式は卵生。 8から11月に繁殖すると考えられ、ヤシ類や高木の軌道、キツツキ類の古巣を利用する。飼育下では1回に2から3個の卵を産んだ例がある。放卵期間は26から28日。ヒナは孵化してから90から94日で巣立つ。森林伐採や家畜、野焼きなどによる生息地の破壊、ペット用の採集などにより、 生息数は減少した。大橋類や、キツツキ類、コンゴインコ類、コウモリ類、ミツバチ類との映像場所をめぐる競合による影響も懸念されている。1970から1980年代に生息数が激減したが、以降は生息数は全増傾向にあり2018年の時点では、生息数は安定していると考えられている。 1981年にインコ目単位でワシントン条約付属書記通に掲載された。1983年にワシントン条約付属書 I に掲載されている。ボリビアでは法的に保護の対象とされているが密漁、密売されることもある。1980年代における生息数は500から1000は、1992年における生息数は100羽、 1994年における生息数は54羽以上と推定されている。2007年における生息数は250から300羽と推定されている。ありがとうございます。